残り物にはえよかった。これ5年、4、5年前ならさ、一番引いた時は絶対に絆打たなきゃいけないって決まりがあったけど、もうそんなんないからね、よかった。数年経って初めて引いたかもしれないね。びっくりしたわ。服がありましたね、残り物で。今日55人で最後に引けました。そして55分の1になりました。はい、おはようございます。おはようございます。今店内俺しかいないぜ。あれもう電話いたわけじゃない。あれ、あ、日暮らしが止まっている。この間も止まってたけど、じゃあクランキー打ちますね。はい、これおととい5以上打って負けたんで、今日はそのリベンジをしたいと思います。最近入ってないしね、多分確か記憶があんまり前回何が当たりだったか覚えてないですよ僕。はい、はい、おはようございます。わさびスーパーの時間でございます。さあ今回もベルズさんで張り切ってパチスロ打っていこうかなと思いますけれども、前回は、覚えてなかったんですけど、多分花々がその前回収録した前の日に4台中3台結構ちゃんとプラスで、しかも1台はもうなんか5、6なんじゃないかみたいなデータがあって、でその中で1台1000枚以上へこんでた台があったんで、その台を狙うっていう回だったかな。番号があんま良くなかったのかなっていう感じでしたけども、でその台が朝変更っぽくなくて、で一番出てた台打ってみたら変更だったから1ゲームでやめたみたいなところで、その後も打った記憶がないんで、打ってなかったんじゃないかなって気もしますけれども、で、まあ、結局その日花花にねちょっとこう終始してしまったせいで、何が当たりだったかも全然覚えてないですよね。で今日そんな中ですね、だから今日何打ったらいいか全然考えてこなかった。そこでね、あのベルさんが与えてきた試練がですね、抽選1番ですよ。何年来てますかね、ここも5年以上来てますけれども、初めて抽選1番引きました。今日は55人抽選して1番。まあ確かにな、12回来てるわけでしょ。で、5かけたら60回ぐらいでしょ。そろそろ引きそうなとこだったんですね。確かにね。うん、と思って、1枚引いたわけですけど、まあね、あの結局悩んだ結果、悩む何に入ってたか、前回何に入ったか、前々回何に入ったかをね、遡るよりも、1番引いた時ぐらい、運の良さそうな時ぐらい、1番好きな台打とうかなということで、クランキークレスタの方を採用させていただきました。最近ここではあんまり打ててなかったんで、うん、ちょっと楽しみつつやりたいなと思うんですけれども、まあでも、設定的に厳しかったら、やっぱりやめて、他の展開になるかなと思うんですけど、前回私、花々打ったんで、まあ、そう考えると、今回ね、まあよくベルさんのあるあるなんですけど、前回僕が打った台が陣に連続で打たないからそれがいいみたいなね、あるあるなんでね、あの花を攻めてみるのもありかなとも思ってます。はい、まああとね、あのおなじみの前代系ですね、あの円形島の、ね、ATK あたりもなんか、でも最近あの辺も結構ここでやってここでやってっていう決まり事みたいのがだんだん外側にずれてきて、こう遠心力を描くように真ん中から中心にどこでやるか分かんなくなってき始めたあたりから、結構お客さんも狙いどころが難しくなったようで、私のねわさびコーナーだったりとか花火バサスにね攻めるような方も増えましたし、うん、だんだん難易度が上がってるというのはね、この面白いところかなと思っております。その辺もですね、周りの状況も、注意しながら、報告できればなと思ってますので、ご覧ください。はい、ではクランキークレスト打っていきたいなと思います。8280枚スタート。なかなか1万枚いかないですね。まあとはいえまあまあ下ろしてるんで停滞してる感じですけれども、さあじゃあやっていきたいと思います。でそう、おととい都内でねちょっと来店的なお仕事だったんですけど、でまあクランキークレスト、まあこれもう言ったら店分かっちゃうんだけど、クランキークレスト7台ある店でもうそんな店1店舗しかないでしょっていう感じで、でまあ朝からクレスト打ったんですよ。で打ってたんですけど、すごい奇数挙動で、でベル最初良かったんですけど、だんだん悪くなってきて、ボーナスはビッグしか当たんないみたいな感じで、でまあどんなもんかなと思ってね粘ってたんですけど、ちょっとどうにもこうにもちょっとさすがに1の可能性高くなってきたなって思ったところで大移動しまして、で1台ビッグばっかりしか当たってなくて、レギュラーも全く当たってなくて、で
かつなんだ、飲まれほとんど飲まれそうになってる台が、まあ、要はプラマイぐらいになってる台が下空いてて400ぐらいはまってて、でそのお店の傾向的にちょっとそこが強そうかなと思って打ったら、なんと1回目のレギュラーでいきなり王冠出ちゃってあらららららって、でそれでも打ってる間、そのレギュラー引くまでの間もコインモーションがめっちゃ悪くて、うーんなんて思いながら打ってたのに急にそれですから、わかんないもんだななんて思いつつ、でまあその台自体はねブラスだったんですけど、あブラスじゃないチャラぐらいだったかな、だったんですけど、トータルでね出し切れなくて負けたんで、今日はそのリベンジをしようかなと。いやあれは確かに5、6に見えないと思う。なんか3枚計算してもざっくりですよね。なんか動画でもこういう文字も悪そうに見えた台だったし、まあ、それでもちょっと傾向的に打ってみたんですけど、そしたらまあドンピシャというかドンピシャで、クレスト自体はここのところよく打ってますね。なんか収録もそのね来店的なお仕事も含めて、まあ、僕基本的になんか来店的なお仕事の時はなんかバラエティに1台しかないようなのであんまり打たないんですけど、まあその店はねクレストは台数多かったんで、ね、全然遠慮なく座らせていただきましたけども、大体だからね結構はね、なんだろう、ジャグラーとか打ってること多いですよ。ニコマこれはダメだ、滑って止まる赤なら下段ほんと当たんないよな、なんか中押しのね、まあたまに当たるんだけど、まあでも不思議だよな、この台はなぜかまだ飽きないな。まあ僕お仕事の時しかパツ打たないから、そんなにね例えばだけど通常時というか普段ね休みの日とかにも打ってたらまあ飽きたりすることもあるのかもしれないですけど、でまあ仕事の日もねまあ大体ね回せても2、3000ゲームとかそのぐらいだからね、そう考えるとまあ他の人に比べたら飽きにくいんだろうなと思いますけど、おお外れた、びっくりした。でもめちゃめちゃバー滑ってしたらレギュラーくせ、僕ここにバーを止めたいんですよ。はい、135ゲームは、5プッシュかな、8050枚です。いきなりなえる、ちょっと待ってよもうやめ中断チェリー2回出ちゃった、そんなことで分かるかどうか分かんないしね。青カーテン2は5下、いや中断チェリー3回はちょっとなえちゃいますね。最近なんか視聴者さんというかお客さんから言われてね知ったんだけど、この青ならが下段に一コマ滑りして鳥が上段に止まると絶対ベルが外れないって言って、その方がなるほどと思って、確かにと思って、それで、知らなかったなんて話になったんですけど、そこからの話でこれ一コマ滑ってで右リールにスイカリップチェリーって止まると別に外れでも出るじゃないですか。だけどこれ左一コマ滑りだとスイカリプチェリー、ここね多分スイカ外れになるんですよね、とかね、なんかもっといろいろ細かいところね見ていくと山ほどあるなと思いますね。だからこういうところですよね。で僕これこの間その来店で打ってた時に、カメラがない時に打ってた時にいろいろ考えて打ったり気づいたんですけど、やっぱこれ前も言ったことですけど、カメラがあると考えながら打てない、なんか喋るじゃん、だけどやっぱ黙って打ってるとずっと同じ場所を必要に押し続けることもねある程度できるし、落ち着いて打てるっていう言い方がいいのかな、だからカメラがない方がいろいろ発見できるつうことはつまり発見したきゃ普段打たなきゃダメじゃんっていう話になるんですけどね、だから大事なんだよね普段打ちも。いや僕も別に普段あれですよ、打つのはもうやめましたけど、ただ例えばクランキークレストっていう台が新しく出ました、これは面白そうだ、まあまあいろいろとちゃんと勉強しておきたいって思えばその限りではないですよ。別に設定なくても何授業料というか勉強代としてその台を知るために打つことは別にやぶさかではないんですけど、
さあもいもちはぼちぼちかな。まあベルもね B だけがいいだけかもしれないし、まあまだまだ全然気になるところじゃないんでいいんですけど、適当ビューじゃねえか。これはもうスイカだ。3個なんですよ。おー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 おおおおおおっていうねびっくりするよね。これはもうスイカだよなって言ってごめんなさいですよね。何プッシュだ。7912です。そこだけメモっていただければ大丈夫だと思います。198ゲームレギュラー。3コマ滑ったんだよねスイカが。だからその手前にスイカ上段に止まるっていう選択肢もあった中での3コマだったね。でもあれだったっけ、右上段バーだったっけ。レギュラーだから引き込んだバーかもしれないもんね。ある程度こぼれるように打ってんのもそれはそれですごいあのゲーム性の幅が広がるというか楽しくなるんですけどね。けど原産地ないからね。だからこう何度も言うんだけど、原産地が4号機の頃のね、原産地が復活してくれるのが一番、まあ、僕的にはやっぱいいなと思うんですよね。おいびっくりした、惜しいじゃん。なんでこう止まんないのよ。ビッグ確定じゃね。ここベベ77ベルベルボーナスが見たかったよ。ここは曲が聞きたいんだいつだって。54ゲーム追加なしです。そう今の惜しかったな。今鳴った音鳴ったかな。まあ本当この台はあの演出ありで当たるパターンと演出なしで当たるパターンのバランスがいいのと、演出がある場合もそのヘボ演出で当たることがすごい多いっていうバランスと、そういう出目云々の言う前にそのバランスが一番面白いところだと思いますね僕は。で今まで歴代4号機で打ってきた機種の中でもとあの好きだった機種って BMAX、 初代 BMAX とか除いて基本的には演出がある台ばっかりなんで、僕も好きなの入れ食いとかタイムパークとか、ドンツー前のやつね、全部液晶と、当たり方のバランスが絶妙ってやつが基本的に僕が好きな機種ランクにの大部分は占めるんで、ハイパージャグラーとかもそうだし、出目がいいとかじゃないんだよね。だって入れ食いなんて全然出目ないぜ。僕入れ食いでも本当にあの全てのパズルで 1,2 番争うぐらい好きだけど、出目じゃないのよ、演出なのよ。演出と当たり方の絶妙さなのよ。こんなヘボい演出で当たるっていうのが、まあ、雑に言えばね、多け多いほどおもろいぜってなるの。そう、あとこの台のいいとこはあれですよ、本当にあのどちらかというと出目台じゃないんで、滑り台なんで、左が何コマ滑ったからこれが1コマになるとか2コマ2角になるとかそういう感じの場合なんでね。だからこの第一停止だけとはいえ滑りコマ数機能がついてるわけですよ。だからこの青奈良中段も1なのか2なのかによって意味合いが まるっきり変わるんで、2の時点でリプレイがないし、そういうとこなんですよね。それを分かってプレーしないとなんかいまいち物足りない台に感じるのはまあ分かりますけど、でもそれ逆に言えばそれが分かってプレーするととてつもない両台に変化すると、まあ、僕は思うんですけどね。おうレギュラークセな。230ゲーム追加なし。なんか演出発生頻度がいつもより低い気がするこんな関係あるのか分かんないけど、演出で当たるのと当たらないののバランスとかもこうなんかねカスタマイズできたりしたらね、なお面白かったりとかね、いろいろこの台は思うことがあるわ。いや十分面白いんだけどね、いろいろもっと面白くなる方法がいくらでもあるような気がするとは思います。唯一この台がダメなのは青の下段だね。この時の出目があのハンサムとものすごい単調というか、すげえ分かりやすくダブテンして外れるパターンが多すぎる。でも順押しちゃうと今度あのスイカこぼれるところを押さないとつまんなくなったりするし、スイカ取られるところを押すと大体あれですよね、淡水かなんか特にそうですけど、スイカテンパったらアウトみたいな感じになりますね。
あと赤7上段もそうですね。ここから挟むと結構単調な感じの出目になりやすいかなっていうイメージですね。順応するといろいろ見れるんだけど、あとちょっと難しいんで目が多いんで、順応した挟み打ちの変則腰をね、こううまいこと使い分けるのが大事なんだよな、この台。だから打ち慣れてないとこう瞬時にどうしようってね、どっち中を押すのか右を押すのかって判断できなくなるから、打ち込みが必要な台だよなとは思いますね。頑張れる、外れちゃえ、おーマジでふざけんなよ、いやーこうマジかよ、ちょっと外れようよ、さすがにこれ寒いよ揃ったら、あーマジか、くー成立後で着いた、ベル A かな、うん、A です。ああ当たってますよ、レギュラーか。持ちコインが7590です。さあここからだよ、音量発揮だ、頼むよ。あらスイカか、スイカこぼしたか、スイカだ。資源目に取りぶっ込むとこれがあるんで、あ、当たってる当たってる当たってた、チゲムレじゃねえかよ、当たって1ゲームレしてましたね、青菜の1ゲームレしたんだ、ほらでなんで気づいたかって言うと、青菜の冗談で、ベルベルベルで、ここは羽カバー以外ってやつが出ました、ベルベルベルね、青冗談、あーびっくりした、でボーナスだからこうこうこうだから分かりにくかったですね、青なら引くとああなるのか、スイカこぼしか青ならってなるんだな、それ面白いな、それが分かっただけで初めて引いたんで、取りぶっ込みに行った青ビッグ1ゲーム連するっていうの初めてだったんで、ちょっと感動だな、よしなんとか、取り狙って、まあ同じことやるからいいか、取り狙ってで取りが下段まで行って、ああスイカだっていつもなるんですけど、でこれ取り狙ってみたんですけど、取り下段に止まった時の方がスイカなのかもしれんね、枠下まで行ったから、え？え2連続1ゲーム連なんだけど、ストック出すやん、マジで？しかもグランシールだよ青も聞きたかったね、びっくりした今、久々にびっくりしたわ、かっけー、この曲が大好き、僕はもうバチスロライターになったきっかけはこの台だから、いやーちょっと鳥肌だわこれね、えびっくりだな今の揃ったの晴れ、いやー最高555 そうだこれ1ゲーム連すると555になるんだったかな、俺前自分で打った時に来店かなんかで打った時に1ゲーム連して、なんかこの同じような写真撮ったような気がする、もう捨てちゃったけど、いやーびっくり、いやでもニューパールでしょ、エウレカでしょ、で乙女でしょ、なんつうかこうまたそこなんだふーんっていうパターンが多いな、このクランキーは分かりません、もうなんかでもどっちしてこれやめたらやることなさそうなんで、まあちゃんとね分かれそうなとこまでもうちょっと打ちたいなとは思ってます、あとドンツーなんですよね、ドンツーずっと頑張ってるんですけど7の10で盛り返してプラスになってるんですよね、しかも打ってる人上手だし、
ひょっとしたらまたドンツなのかな。なんか俺が全然ドンツもう懲りて打たなくなってからドンツばっか入ってる。ドンツ積もりたいんだと思って頑張ってた時は全然入ってなかったら、俺がなんか最近打たなくなってからめちゃくちゃドンツしょっちゅうやってる気がする。でもこんだけだいぶ早い段階で戦後5度目が当たりだって分かったってことは、やっぱりもうこう来てるお客さんも前にやった機種で気づかれなかったやつとかを逆に狙い目っていうことはもう分かってる、分かって気に始めましたね。まあ、ほんとちょっと前までは前のやった機種はやらないっていうイメージだったんで、多分それはもうみんなそうだと思うんですよ、そういうイメージだったのは。だからね、結局あのバイオ RE2 とオニムシャとアバネリとね、まあ、あの一体でなんか ローテーションみたいになってたけど、見てみっか。ちょっといや、やっぱいいな、ベル 11.1 だもんな、やらざるを得ねえなこれ。何も情報がないままいいところが多いっていうね、にしては出てなかったですね。500とか余った、500余ったら1ゲーム連するんだろうな。くそ追加じゃい。あれ、あ、当たったか。青って青ならのことかな。4コマだから大丈夫です。揃っちゃった、揃えないつもりだったのに。曲変えよう。追加2本2プッシュですね。枚数で言うなら7498残りです。今2000ゲームで4の5。もう当たってね、どうにもなんねえなマジで何だったんだろう1ゲームで2回は。確定しちゃったら見ないもんな。頼む、ドン、よっ、何個まで出れば嬉しいかな。3以上3か。ベルか。いや動かね。4コマ。あれ、リプレイか。あ、違った。ん？これは OK なんじゃねえのか？ほら。293ゲーム。追加1プッシュ。当たったんじゃね。当たった、ビッグだ、やりやした。青でした。よし、6ゲーム。え、1回でも来たっけ。1回も来てないぐらい来てない気がするけど、ひどいなこれ。一回も来ないことある一回も来なかった。まあまあいいよ。さあ持ち直せるか。ほんと頼むよ、ここもラストだぜ、チャンス。この持ち込みの思われたらもうさすがにあれだぜ、ギブだぜっていうことでもないけど、そんな気分だよ。結果そして何もわからないみたいになるからさ、俺はまだ 50% ぐらいありえるんじゃないかと思ってますよ、正直。こんだけ当たらなくても 50%、 状況を照らし合わせて 50% って感じかな。単品だと 30% みたいな感じもするけど、
これさっきバーゲダンの時のスイカリップのあれか、あれで当たったっぽいね。ってことはレギュラーかな。80ゲーム、やっぱそうだ、2ゲーム前に当たってますね。よし、なんとか連チャンしたぞ。抽選1万引いたけどダメだったか。お、当たった174ゲーム外れろ。そう、もうバーは適当に押すのが好きなんだよね、早めに。でこのリプレイが外れたりするからさ。あー、もうレギュラー癖。175レギュラー、全然音聞こえませんだ、この台の内容だけ見たら分からんけど、ちょっと状況的にちょっと当たりの台数的にもう厳しいかなっていうような気がしてきましたね。難しい台だよね、当たんなすぎたら分かんないし、でも当たってないから負けちゃうしね。だから前も言ったんですけど、この台 1かどうかだけは比較的すぐ分かるような気がするんですよね、1だなって。まあ、それだけでも結構十分なんだけど、そこから先は難しいよね。でも2否定で急に簡単になっちゃうこともあるし、だから2否定っていう存在が端的に高設定を、ね、指してくれる可能性が結構あるから、つまり他の台よりは確定とは言わないけどほぼ断定できるだろう演出は他のアクロスよりは引きやすいことになるね。だから他のよりは簡単かなとは思うけど、まあボーナス当たらないとやっぱり分かんないも分かんないんでね。4個、2連続かよ。たまには中段テンパねえかな。だからか、お、外れた外れるじゃない外れろ外れろ、外れた。あ、なんかいろいろ諦めたらね簡単になっちゃう59ゲーム取りになんな、なんか急にすぐ上でいたと大丈夫なんかこれ、なんだこれ急にもうずっと偶数確定ぐらいのレベルだったのに急に4連続で奇数とかおかしいでしょ。高専です。そっからやり直すのって感じですよ。スイカ見れないんだ、コマス。スイカこぼした。俺こう一応ここに押したつもりだったんだけどな。ここにちゃんと押せてれば4コマすべきはここなんで、3コマだとアウトで4コマだとセーフって感じか。うわでも音鳴らないよな、もう。あ、いましたね、よかったよかった、ちゃんと押せても。あー、よかった。お、鳥ちゃん、鳥ちゃんラストチャンスだと思うと164ゲーム。大設定さすごい出るな。まあ今日はもう周りの状況をお伝えしなくてもいいぐらいほぼほぼ確定なんですけど、一応最後回りに行きましょうかね。最後に1回鳴らないかな。鳴る前に滑りの方が来た。お、当たったんだけど左に2コマ滑りで当たってしまった。大丈夫、まだ時間はあるぞ。ビッグだ。131ゲーム。さあ、本当の本当のラストチャンスですよ、向こうは。まだ大丈夫だけど、これ以上
バカバカ連チャンしてる時間はないんで、最後の最後で8の8までは持ってきましたけど、それでも全然足りてないですけどね、ボーナスは。ただやっぱコイン持ちが良かったから、 今例えばすぐ流せば、426枚だから700枚ぐらいにはなるわけですよ。今持ちコイン下がここにあるもんで入れたらね、700枚でしょ。そしたら150枚ぐらいのマイナスで済む。この確率で340分の1で100枚ちょっとのマイナスなんで、やっぱコイン持ち良かったよねっていう感じですよね。まあ設定が良くて引きが悪かったのか、設定が悪くて子役の引きが良かったのか分かりませんけど、なんか島的に考えると、まあ、僕のは2なんじゃないかなっていうような気はしますね。ベルビーだ、外れた、姉妹取れた、はあ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 、プラッタまさかのいや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 、マジかよ。いつもさ、終わって新幹線乗るまで30分ぐらい暇だっつって待ってる時間があるんですけど、それを自動的に彼が潰してくれてるから優しいわ、ありがたい。なんとチャラ以上になりましたね、ほぼ。追い上げタイプなのよこの子は。ただ結局分かんなかったです。お、リリスまた当たった、19ゲームあ、レギュラーだ。そう、このあとね、この台がどうなっていくのか見れる確率はちょっと低めなのかなと思ってますけどね。まあちょっとぐらい動く可能性あるけど、なんかそんなに積極的に狙い打ちてって思う人は、まあこの棋士のことが好きな人ならいそうですけど、そうじゃない限りはあんまりなさそう。人間無欲になると当たるんだなね、ほんと。最後に1回パパッと当たってくれてよかったですね。はい、というわけで終わりたいと思います。投資が828枚、回収が933枚、こういった感じで。じゃあ周り見渡してエンディングいきましょう。はい、というわけで実戦の方終了したいと思います。あの金パルがまず 6なんじゃないかと予想してますけど、ほとんど4500までしかハマってなかったんで、あんなのあんま見たことないですもんね。でこのドンツ13の14で、まあ、僕のは置いといて、このニューパル、そしてそこのエウレカと、まあ、この辺はそんな感じですかね。まあ、ちょっとあの僕実戦時間押しちゃったんでサクッといきますね。もうあの携帯みんな見ながらダーッとただ回してますけど、ここですね、230枚持ち、5000枚持ち、3600枚持ち、ここは持ってないんですかね、この4台が確率で、ここのモンキーも、モンキーも一番左の方は、朝から打ってますし、ここまでの6台が並びで確定なんじゃないかなという気がいたします。でバーサスですね、これ右から2番目が1806枚、一撃でもたもたしてたのが一撃出た感じですね。最初はこっちの右の方がすごいのかなと思ったんですけど、どっちがまあいいかわからないですね。で左から2番目打たれてる方は、まあ、僕の知り合いが打ったんですけど、まあ、2っぽかったって言ってました。で一番左は7の21っていうねすごいことになってますけどね、はい。まあ、今日は比較的早い段階で言い悪いが分かってしまったんで、比較的簡単だったかなと思います。僕が分からなかったら僕の打ってた台だけみたいなね雰囲気でしたね。はい、はい、というわけで実戦の終了いたしました。今回はプラス51枚で終わりましたけど、なんか最後の最後にねまくって、まあ結果的には良かったかなと思います。 でもあれが仮に6だったら51枚のプラスなんて負けたようなもんですからね。まあ、そこはちょっとこの後の展開、まあ、皆様こちらへ見ていただいているかも分かりませんけれども、まあ、僕の台が動くか動かないかちょっと今の段階では分かりませんが、まあ、ここで判断してかかったらく
うん、判断していただく形になるんじゃないかなと思います。いやまあただね、結構やっぱ前半の段階でいい台全部分かってしまったんで、まあなかなかあれですね、展開的にはあの簡単な回だったのかなというような気はします。ただあれでしたね、朝ニューパラも立ち上がり悪かったし、ドンツーもっと立ち上がり悪かったし、あの2台をですね続けて打てた人は見事だなと言ったところですかね。あとキンパルもね、まさかあんなところにっていう感じのね、配分だったんで、まあ、これからはちゃんとあそこも視野に入れなきゃいけないんだなっていうのと同時に、あとは乙女、まあ、モンキーはともかく、モンキーは前回もなんか仕事って言ったらしいんですよね。前回打った方もさっきあの朝お話したんですけど、で、あの乙女もまたぐらいじゃないですか。で、まあ、ニューパルもなんか最近多いですし、そう考えるとやっぱなんかこう決まった機種にかなり入れてくる傾向があるなぁなんていうことを思いつつ、それをお伝えした途端にコロンって変わってくるかもしれませんのでまあ次回以降どういう展開になるか分かりませんね。なんか一時のように本当分かりやすく、こう前回これだったからこれはない次はないよねっていうような流れっていうのはもうなんか終わったんだなっていう感じがしますんで、皆さんもちょっとこう起点を聞かせて、次回以降のね機種選びをしていただくのが大事なんじゃないかなと思います。まあ今日僕はまあ1番というですね、初めての番号を引いてしまったので、もう素直に好きな台を打ったまででした。なのでまあまああの立ち回りも台選びも機種選びもヘッドグルもなかったですけれども、次回以降はまたね狙い台をしっかり絞って、しっかり積もれるとはなと思ってますんで、また楽しみに見ていただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回のわさびスーパーでお会いしましょう。さよなら。